おはようございます西田渉です。4月9日金曜日ですね。今日の東京、めちゃくちゃいい天気で、えー、と比較的暖かいかな。最高16度ってことですね。で、天気もいいのでね、今日は過ごしやすいのではないでしょうか。皆さんもね、どういった一日を送るのでしょうか。っていうところで、今日僕なんですけれども、急遽なんですが、えっ、ー、と、今さらですが、iPod Pro、iPod、んエアーパ、ごめんなさい、エアポッドプロっていうものをね、買ってみました。こっちかな、向き的には。 さっき開けたんですけど、これでいいのかなこう、こう。いや、めちゃくちゃ小さいですね。まあ、d s Pro AirPods とかもあったのかなもう全然僕、イヤホンっていう市場に対して全然詳しくなくてですね、こんな感じでパカッと開けてつけるって感じなんですけれども、で、中はこんな感じで開いてて、えっ、ー、と、開けます。で、ここに。 ここはねちょっとよく分からなかったんですけど最初はここになんかねこう「大中小」ってあって僕耳の穴がね結構小さいんですよで小さいので一番とりあえずちっちゃいタイプの「S」っていうものをつけてみましたねでまあつけた感じっていうところととえっ、ー、とまあ今まではねもうこのカナル型とかこの耳の穴のサイズが合わなくて痛くてで 結果こういったヘッドホンっていうかものをねなるべく使ってなかったっていうのが現状ですよね。比較的こういうがバっとしてたりとかね。ソニーのこの ST9000 だっけな。900ST だっけ ?MDR900ST とかね。まあこれちょっとね、まあいろいろとレコーディングとかしてた時とかに一番素直な音が出るっていうところでモニター用ヘッドホンとかはね使ってはいたんですけども 900ST か MDR ね。品の町モデル。 うんとまあ、そういったねある程度ねヘッドホンとか、まあ、く詳しくはないんですけど、まあ、すまあある程度のものは持ってはいたんですが普段ね作業する時とかも大体もう僕カフェとかで作業とかまず絶対しないタイプなんですよ基本的にこういったところでしっかりと作業するっていう環境でやるのが好きなんですよねなのでほぼそういったことを気にせずやってたんですがえっ、ー、とちょっといろいろと。 一回試してみたいなってふと思いまして、AirPods、まあ移動とかもそんな多くはないんですけど、まあ電車乗ったりとか。 ううんとかってい風ううに考えたり、まあ、タクシー移動してる時とかもね、まあ、YouTube 音声系もチェックできるかと思ってちょっとやってみようかとであとはあの動画作業ですね動画作業とかもいざとなったらそろそろ、えーとまあ、海外は無理だったとしても国内でもね外行った時に、えー、と作業するとかっていう時にどこでもねあのー こういった AirPods ととかかがあれば、えー、動画の、ね、編集とかも作業できますよねなのでもうちょっと導入してみようかと。で耳あたりはどうなんだっていう耳を長時間つけてられるかっていうところでで今日ちょっとね配信も遅くなったんですけども結論から言うとねこれいけそうですね。まあ何よりもねやはりこのノイズキャンセリング多くのガジェット系の YouTuber さんがおっしゃってたんですがまあすごい細かいんですけれどもここの部分にねここを長押しするとだったかな。 えとこうつけてなんか長押しでこう触ってると反応してくれて外も聞こえるよでまた長押しするとノイズキャンセリングするよっていう風にね簡単に切り替えてくれるわけですよねこういった感じでこうやってあっこれよいしょ。っていうところでねまあ耳にはめた時点でもうなんか反応してくれたりするんですけどこう外が聞こえるとかこう長押しでね なんかすごくよくよでできててでまあこれでしまっておく出すと同時につながったりとかっていうところのもうかなり全自動化が進んでておそらくまだこっちとはペアリングしてないんですけども iPhone とはね今 iMac とペアリングしてえっ、ー、とプレミアプロでね作業してたとこなんですよねで1時間ぐらいつけてで作業して1時間半ぐらいつけてたかな結局。で まあちょっとそれ以外の聞こえどうだろうと思って YouTube をちょっと見てたりとかしてる中で1時間半つけてまあ,まあもちろんね初めてつけてるし久しぶりなんで違和感はありますけれどもあの痛くてつけてられないってことがなかったっていうのが今回大きな収穫かなと思ってますね。なのでこれしかも今やってる限りだとノイズキャンセリングの機能が尋常じゃないぐらいやっぱりすごくてですねあの結構驚いてますね。 これはその今までだと,ブ、えー、と坊主のクワイエットコンフォートとか、えー、とこういった感じでね、あのー ノイズキャンセリングっていうのは、ね、だいたい一番最初は坊主のクワイエットコンフォートが一番最初に出てきたイメージなんですよね。あとはソニーとかね、その辺がどんどん追随してノイ,ノイキャンって言われるものはやってきてた気がするんですが、ちょっとこの辺のオーディオ関係は僕詳しくないのでね、あ,のあんまり細かいこと言うとね、もっと詳しい方いらっしゃると思うので、ちょっとツッコミところが多くなると思うんで、多くは語りませんが、そういったイメージがあります。かなり古い情報なのでね、こればっかりはね、ノイズ、えー、とクワイエットコンフォートとかもね。なので、まあ、いずれにせよ、三、まあ、万ぐらいで買い たんですけどもとにかくコンパクトで,で、えーとーまあ、こう置けば自動的に充電することも可能だし、まあ、ライトニング充電器で充電することも可能っていうところ、まあ、この辺はもう まあ僕自身もライトニング環境なのでね基本的には iPhone だったりとかっていうまあこの辺にすぐケーブルがあるのですぐさっとねすることも可能ってことであとは純粋にこれが片方どっか行ったとかそういったことがなくな,らけなくならなければいいなっていう感じはありますかねっていうところですかね今なんか情報とかも今こう見てたら iPhone にね表示されしてくれてましたね今何パーセントえっとこのなんだろうな ケース自体でも多分これ充電できるのかなケースは今62%充電されてて、えー、と右左は 27%32% とかっていうふうに出てたのでおそらくはこのケースだけも満充電しておけばおそらく入れておけば、えー、とイヤホン自体も充電されるでケース自体もさらに追加で充電しておけば全体が充電されるとかなんかそういったシステムになってそうですね、まあ、とにかく、まあ、最近のアップル製品はもう説明書っていう 概念がなく、なんとなくつく、使ってれば。 とりあえず便利っていうこの辺が多分アップル製品のねすごい素晴らしいところだと思うのであんまりそこは深く考えずに思考停止してまずは使ってみて疑問点が出たら逐一調べたりとかっていう最初だけ調べましたね、えー、とノイズキャンセリングと、えー、周りの音も聞きながら音を聞くっていうのはどうすればいいんだっていうところはここをどうやら長押し長押しというかこう持つみたいなクリックするっていう長くずっと持っとけば切り替わるってそれだけ分かればもうほぼ あとはいいいらなななんじゃないかなっていうあとはもう音ももう勝手に自動で調節してくれる感じですね心地よく聞けるって感じでしたうわ大きくて耳が痛いとかそういったことは一切なくっていうところなので、うん、なのでまあその辺ももう今のアップル製品は僕の場合は大体もうアップルで統一しちゃってる部分があるので、まあ、全部アップルっていうものにお任せしておけばいいのかなっていうなので今後も怖いっていうかすごいなと思うのはおそらく今後アップルは カメラミラーレス一眼を開発することはないんでしょうけれども iPhone に搭載してくるカメラで撮るそしたら Apple の iOS 上でこのぐらいの写真がいけてますよねじゃあムービーもこのぐらいの感じがいけてますよねってことで出しておきますみたいな音も露出もだいたい調整して出しておきますっていうところがオートメーション化全自動化っていうところがどんどん進んでいくんだろうなと。なのででが介入できる ところまあ僕とかフォトグラファー写真家ですけれどもそういったところが、えー、とどこまで人知が介入することによって、えー、より良きものとなるのかっていうところをとことんまでストイックに、えー、突き詰めていかなければいけないなと俗人性いわゆる俗人性その人じゃなきゃいけないっていうところをより高めていかなきゃいけないなっていうふうにね、えー、今回こういった、えー、AirPodsPro エアポーズプロっていうのかな名前すら分かってない AirPods Pro を導入してみたことでねで物、えー、を,を導入することによってふとね考えさせられた次第でしたまあとにかく便利にこれ AirPods Pro 使えそうなのでまずはこの個人的なユーザビリティとして耳 つけててて痛くなかかかっっっったたたいうこれが本当に一番大きかったのでねよかったですねねす今までは耳痛くてねいろいろと「あのあーもうダメだ使えない」とかっていうもう痛すぎて無理だってなっ,たなってたのが今回は使えそうなのでねよかったですね。っていうところでね皆さんも今日もスカイカにお過ごしください。それではまた西田綿でした。どうも。